第301飛行隊は航空自衛隊中部航空方面隊第7航空団霊下の戦闘機部隊である。百力地に所属し、航空自衛隊では数少ない海 -4EJ 海戦闘機を運用し、連絡機には T-4 を運用する首都圏防空の中核を担う戦闘飛行隊である。 第301飛行隊部隊マークのカエル1972年8月1日に百力地で臨時回マイナス 4EJ 飛行隊が編成され、マクドネルダグラス社から輸入した最初の回マイナス 4EJ 戦闘機2機が配備された。1973年10月16日に回マイナス 4EJ 戦闘機の一番目の飛行隊として、第7航空団霊下に、 第301飛行隊として新編された。1985年3月2日、ニュータバル基地の第5航空団令下の第204飛行隊が、回 -104JDJ からス -15JDJ への機種更新に伴い百力地へ移動となり、入れ替わる形で、ニュータバル基地の第5航空団へ移動。1991年4月には、 海 -4EJ 海戦闘機へ起死更新された。海 -4EJ 海の減少に伴い、管理の一元化を行うとともに、南西方面への戦術強化を図るため、2016年10月に海 -15J を装備する第305飛行隊と入れ替わる形で、再び百力地に移駐した。舞台マークはマフラーをしたカエルで百力地付近にある 筑波三名物のガマの油揚げに由来するガマガエルをモチーフにしており、無事に帰るとの意味も込めている。マフラーの星の数は、第7航空団を示す、7であり、第5航空団時代は、星の数は5になっていた。海マイナス4騎士転換操縦過程と、大量空侵犯措置任務に基づく実動任務の、両方を任務とする。2020年度には、 三35への騎士改編と三沢基地へ移駐することが予定されている。10月16日臨時回マイナス 4EJ 飛行隊から第301飛行隊へ改編し、第7航空団霊下で編成完結式。12月15日から第301飛行隊初のホットスクランブル。3月2日第5航空団霊下へ編入。6月6日機種を t-33a から t 4へ、更新開始。原子力空母シナノ・ナルミ・アキラ作品。原子力空母、シナノの関西機部隊として、第301飛行隊が登場する。エウレカセブン AO ニュータバル基地の所属部隊として、登場。時代設定が2025年であるためか、運用機体が回 -4EJ 回から回、回 -15J に更新されている。 ありがとうございます。